こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、フレッシュネスバーガーでクラシックバーガーを10個買ってきました。で、あとスープとかドリンクとか、あとオニオンリングが好きなんでオニオンリング買ってきました。フレッシュネスバーガーね、あんまりやったことがなかったですね。フレッシュネスのバーガーめっちゃ美味しいですよね。大好きです。ちょっと高いですけどね。いただきます。で、同じ種類をね、2つずつ買ってきました。で、まずはこちらクラシックバーガーです。すごいなんかフレッシュな感じがします。パティがジューシーでめっちゃ美味しいです。トマトが入ってます。で、レタスがねたっぷり入ってる、シャキシャキです。で、バンズはねふっくらしてますね。で、フレッシュネスバーガーはね全部ねトマトケチャップとマスタードがついてます。これをお好みでつけても美味しいです。シンプルな味付けだからケチャップとかよく合います。玉ねぎも入ってますね、炒めた。ドリンクはレモネードとジンジャーエールです。もうレモンの輪切りが超たっぷり入ってます。これもう嬉しいんやけど、ちょっとね飲もうとしたらレモンが詰まって飲めんことになったりします。でもフレッシュでめっちゃ美味しいです。ジンジャーエールもレモネードもねフレッシュなレモンが効いててめっちゃ美味しいです。パンもねほんのり甘いんやけどね、パティがめっちゃジューシーで美味しいです。柔らかいですね、パティが。しっかりとしたお肉の味がします。私はオニオンリングが大好きなんで、オニオンリングにLを2つ買ってきました。おいしい。衣がカリカリでちょっと塩味がついとって、で中のオニオンが甘くて美味しいです。で、次はクラシックチーズバーガーです。チェダーチーズの色が濃いくて美味しそうですね。チーズがねめっちゃ濃厚です。美味しい。私ねスープが好きなんで、マシュルームクリームスープを4つ買ってきました。あー、きのこの味が濃いくて美味しい。の量がすごいですよね。さすがフレッシュネスですね。フレッシュっていうだけありますね。次はベーコンエッグバーガーです。ベーコンとエッグが見えてます。マヨネーズが入ってます。それでこの美味しそうなベーコンが2枚入ってますね。超食べ応えあります。ケチャップとマヨネーズが合わさっても美味しいです。で、目玉焼きの黄身はね半熟でねいい感じですね。のベーコンエッグにチーズが入ってます。チーズのコクがプラスされて、これまた美味しいです。ベーコンはねめっちゃ香ばしくて美味しいです。で、最後はアボカドバーガーです。アボカドがたっぷり入ってます。2分の1個ぐらい入ってるそうですね。アボカドがねクリーミーでね、で玉ねぎがシャキシャキしとってね、食感が違って楽しいですね。アボカドはねコクがあって美味しいです。で、最後の1個です。アボカドバーガーです。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。フレッシュネスバーガーのクラシックバーガーめっちゃ美味しかったです。やっぱバンズがねふわふわでパティが超ジューシーですね。中に入った素材もねめっちゃ美味しかったです。スープもねマッシュルームクリームスープきのこがねたっぷり入っとってめっちゃ美味しかったし、でねジュースがねジンジャーエールもレモネードもねめっちゃ美味しかったです。ごくごく飲める感じでしたね。やっぱバーガーはねいろんなお店があってねいろいろ美味しくってねいいですね。本当にねお店は大変でしょうね。いやとっても美味しいのでぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらよかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。